ファミオメモ、さやかです。ゼルダの伝説、スカイウォードソード、ニンテンドースイッチ版発売おめでとうございます。ありがとうございます。今ご覧になってるのは、10年前に出た Wii 版のスカイウォードソードでございます。懐かしいかなと思って、久しぶりに取り出してきました。ね、Wii だったんだね、10年前って。はい、で Wii リモコンでやってたんですよね。でヌンチャクとゴールド尽くしやってたね。いや懐かしいな。私みんな Wii そんなにって言ってたけど、私は結構 Wii 好きで、 Wii のねクラシックコントローラープロは私多分ゲーム機のコントローラーの中で一番持ちやすかったですね。一番好き。懐かしいな。めっちゃがっつり説明書あるんだけど。これもなんか普通のなんか紙じゃなくって、ちょっとなんだろう、普通紙より和紙寄りな感じなんだね。あーもう懐かしい。で、女神の歌が入ってる CD もついてたんだよね。まあ、思い出語りはこの辺にしまして。でね、今回はソフトだけじゃなくって、ついにジョイコンを買ったり、アミーボも買ったり、ニンテンドーストアで買ったグッズ5種類セットも買ったので、そちらも紹介していこうかなと思います。ほい。まずは、バスタオルですか？バスタオルめっちゃ肌触りがいい。まだ一回も洗濯してないっていうのもあるかもしれんけど、めっちゃふかふか、めっちゃいい。これいつもめっちゃいいって言ってるけど。あとなんだろう、なんかここすっごい細く薄く、なんだろう、タオルのあの突起の部分がなくって、そこが柄になってるって感じだ。うわ、めっめっちゃいい。肌触りがとてもいいし、私この水色超好きだわ。超好き。買ってよかった。これ複数枚欲しいやつですね。ありがとうございました。じゃあ「レジェンド・オブ・ゼルダスカイウォード・ソード HD」って書いてある。次タオル、マスターソードだ。いやー、ゼルダの伝説といえばマスターソードですけれどもね。本編ねって感じですね。これも使いたいと思います。いいですね。次ステーショナリーセットですな。ボールペン、これボールペンだ。 0.7mm。 よいしょ。なんかさ、このさ厚紙にも超お金かかってる感があるよね。うわー高級感ある。これ個別いくらなんだろう。セット価格しかわからんが、5点セットで7315円って書いてある。すごー。めっちゃ良き。かっけー。これテンション上がるわ。私はハイリアの盾っていうか、ハイリアのこの柄がめっちゃ好きで。砲丸だ。何枚ぐらい？ 100 枚ぐらいかな。なんかあれだ、ぬるぬるかける系、サラサラかける系、書き心地がすごいあるっていうよりはサラサラかける感じです。うん、ボールペンですね。最後5点目、ロフトバード。おお、めっちゃいい。ほらすごいね。わ、なんだろう、なんかね背面とっても厚い感じがする。これいくらなんだ、2000円いくのかな。で、5点で何千円でしょう。これ2000円ぐらいいってそうですね。すごーい。なんだろうな、なんて言えばいいんだろう。なんかちゃんとお金がかかったグッズって感じです。語彙力なくてごめん。わ、めっちゃいいなこれ。何入れよう、何入れようかな。あんまりベタベタ触りすぎると。そしてアミーボですよ。ここがね、ニンテンドーアミーボエリアなんだけれども、スカイウォードソードのリンクタンは
これかな。スカイウォードソードのリンクタンがようやく幼なじみのゼルダと一緒にいられるっていう、あれどうやって開け、てかさ、当たり前だけどアミーボって Wii U からだよね。つうことはこれはあれだっけ、スマブラ出てたんだっけ。今回アミーボは一体何と連携するのでしょうか。ブレスオブザワイルドの時はね、あのかざすとアイテムが出たり装備が出たりしてましたけどね。えこれ私アミーボ飾りたいっちゅうか、この箱さ裏紙ちゃんと持っときたいんだけど、どうやって開けたらいいですか。こっから開けたらいいですか。おおおっていう開き方したなんか、うん、まあ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 ギリギリな開け方をしたのではなかろうか。うんよいしょ。え、これいくらだっけ。1600円とか2000円いってるっけ。え、めっちゃすごいけどクオリティ、なんか前のリンクタンが涙目な感じじゃん。とても良いじゃないですか。重さはね、このリンクタンより2倍はありそうですねまあ見た目も2倍ぐらいありそうだけど、え、とってもいいですね。早く2人で空を飛びたいですね。またゼルダコレクションが増えました。で、こっちがゲーム関係。そう、あの最初さ、スカイウォードソードの HD 版が出るよっていう話があった時はこのジョイコンの話しか出なくって、特典とかは特に出さないのかなって思ってたんですけど、てかジョイコンでも十分嬉しいけどね。うわいいですねそうだからね、5種さっきのグッズが出てすごい嬉しかったっていう話。え、とってもいいんですけど左手に盾を、右手にマスターソードを。え、とてもいいですね。しかもあのあれだ、あの色が違う。こっちが盾でこっちがマスターソードじゃないですか。で左側はすごいね、ハイリアの盾カラー、ちゃんとした青っていう感じなんですけど、右見てこれ完全にファイカラーっていうか、マスターソードカラーなんですけど、ファイカラーですよこれいいですね。なんかその微妙なさ、違いもさ入れてくるのが任天堂さんですよ。この微妙な違いがね、ファンにはねくすぐるんですよ。動画で伝われって感じなんですけど、あ、裏の方が分かりやすいか、微妙に違うのが。いい、めっちゃいい。そうでさ、初代の任天堂スイッチのジョイコンがちょっと反応が悪いので嬉しい、買えよう。私任天堂スイッチ3台持ってるんですけど、初代が黒の、まあ、一番最初発売日に買ったやつで、2代目がマリオデッセイの時の、両方赤色なんですよ。で3代目がドラクエ 11S のやつで、まあ、そっちも水色系統なんですけどスライムなんですよね。で4代目でスイッチライト持ってます。めっちゃ嬉しいっていうか、ちっちゃちょっと Wii のソフト来て、ちっちゃ、重っ、ちっちゃあーすごい。やー、なんかなんだろうな、なんかみんなにまた遊んでもらえるのが嬉しい。なんか Wii は持ってなかったんだけどなっていう人がやってくれるのがすごい嬉しい、楽しみ。はあ、人の感想をたくさん聞きたいスカイウォードソードは私ね、一周しかできてなくって、そう、当時の一周しかできてないから、なんだろう、新鮮な気持ちでプレイするのが楽しみ。あの頃よりね、断然綺麗だろうしね、画質とかも楽しみだな。はい、裏も違うんだね。裏のさ、スクリーンショットがさ、基本的には違うと思いきや、ジャンルはね、一緒っぽいよね。見比べてみると楽しいね。はぁ、胸がいっぱいですわ、本当に。あの、なんだろう、号泣必至なゲームなので覚悟がいりますね。そんなわけでね、私10年前は実況生活はしてたんですけど、
特に動画を撮ることもなく普通にプレイしてちょっと後悔してたゲームだったんですよ。なので今回は YouTube のライブ配信でプレイしようかなと思っていますので、もし興味がある方遊びに来てくださると嬉しいです。いや、ゼルダの伝説は大好きなんでね、本当になんか嬉しい。また最新機でできるのが嬉しいですね。トワイライトプリンセスと風のタクトもさ、 Wii U で出たけどスイッチで出してくれるかね。スイッチで出してくれたらまたみんなのねゼルダ生活がはかどるから、スイッチでも出してほしいね。スイッチみんな持ってるしね。なんか Wii U ってなんかあんまり周りで持ってるイメージなかったから、またスイッチでこの名作たちも出してほしいね。時のオカリナとかもね 3DS であるけどスイッチでできたら最高だねっていうことで、ゼルダの伝説スカイウォードソード楽しんでいこうと思います。皆さんも楽しんでいきましょう。ここまで見てくださってありがとうございました。バイバーイ、またねー。